ドキドキ封筒ストレッチタイム。てってって伸びてる伸びてる、首筋伸びてる伸びてる、山本、どうも伸び山本です、よろしくお願いします。ちゃんちゃんちゃん寿司拍手ぐちゃぐちゃ、はい、どうも富山県住みます芸人のび山本と申します、よろしくお願いします。はい、ということで早速本日の企画は、毎月恒例富山県住みます芸人2020年1月の給料明細公開。うわちゃんちゃんちゃん、リンパを刺激デトックス。はい、決まりましたね。まずはね、2019年12月の僕の給料をまず比較のためにね、お知らせしたいと思います。まあ動画も出てるんですけど、2019年12月、富山県住みます芸人のび山本の給料はこちら、35,468円でございます。そして2020年、1月の給料がこの12月の給料よりも、上なのか下なのかっていうことですよね。ドキドキしております。そして、毎月恒例、ドキドキ封筒が、今月も届きましたということで、早速見てみたいと思います。2020年1月、富山県住みます芸人のび山本のお給料はでんどく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 、こちら、72,408円。やったー、めちゃくちゃアップ、やったーやったー、喜びのあまり、楽器を2種類も鳴らしてしまいました。やりました、アップもアップですね。3万円から7万円は結構アップですよ。4万円もアップしましたね。1月の給料なんで、11月のお仕事分が、入っているという感じですかね。2ヶ月遅れなので。わー、これはやりましたね。はい。これは完全にやりましたよ。これでね、余裕を持って、奨学金返済、そして諸々の、まあ、国民健康保険ですとか、そういう税金を余裕を持ってお支払いできるかなと感じですね。あと、まあ、7万円もいただいたので、ちょっとバルーンアートのいろいろ風船だとかね、いろんな、お仕事に使う備品をちょっとね取り揃えたいと思います。プラスちょっとね、母にちょっとなんか食べ物ちょっと買ってあげたりとかね、日頃の恩返しですね。富山県住みます芸人改め、実家住みます芸人なので、ちょっとね、ここはちょっとね、ちょびっと恩返しをしたいなと思っております。それもこれもね、お仕事をいただいた富山県の皆様、そして隣県の皆様、各手はね、吉本興業の方々のおかげで72,408円お給料としていただけたので、周りの方々に感謝だけは忘れずに、これからもね、お仕事を頑張っていきたいなと思っております。ですがまだまだちょっとね、アルバイトをしなくては、生活できないので、どし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 、お仕事募集中でございます。はい、ギャグとかね、バルーンアート、フリップネタ、漫談などね、司会、温泉ソムリエなので、温泉正しい入浴講座などね、あとグラップラバキ検定とかも持ってますんでね、そういうサブカルチャーにも強めなので、そういうトークライブとかにも呼んでください、お仕事ください、よろしくお願いします。ということで、富山県住みます芸人のび山本、2020年1月の給料は72,408円でした。今日の動画はちょっと短めですが、ここで終わりでございます。わーっと、すいません、私ね、猫王と書いてニャ王という賞レースにエントリーしておりまして、僕のツイッターの方にね、ネタ動画、90秒のネタ動画が上がってますので、それ の、 リツイート数と、いいね数でなんか
3月10日に行われるニャオー、決勝10組に、リツイート数と、いいね数プラスその獣医さんとか、各審査員方の評価を合わせて、決勝10組が、選ばれて3月10日の、ニャオー決勝戦に進出できるということで、リツイート数いいね数が、結構大きく関わって、きますので、皆様の、お力を何卒何卒お借りしたい所存でございます。よろしくお願いします。なので、のびやもとのツイッターの、にゃおエントリーネタ動画の方を、リツイートといいね何卒何卒よろしくお願いしますということと、のびやもとの富山んぼうチャンネル、どうかどうかチャンネル登録高評価の方何卒何卒よろしくお願いします。はい、ということで、今日の動画は終わりです。それでは皆様、バイバーイ。いくいくいくい。バイバイの手の動き。白エビ。